どうも。どうも、20大石です。モテない男のための第2コーナー。モテ男レッスン。モテ男レッスン。さすが。この間、手を触れるとかあるんだけど、はいはい、もう一歩進むで、今度。お。週。週？いや、そこに行くまでが大変ですけど、はい、それ。それも中級編、上級編じゃない。せやねんけど、モテない男のため、チューするときは、チューしようって言う。言う？いや、もうそれも時と場合ですかね。言わないでしょ。え、そのどの段階で？いや、どの段階かちょっと分からへんねん。でもやっぱ基本何も言わずじゃないですか。何も言わず、どっち、どんな、どういう感じ、前、こう、前、こう、こういう感じでも横並び？何？どう？じゃ横並びでも、横並びの方がしやすくないか。え？あ、その時はこう、だって帰り際こんな面と向かってある女性とテーブルがあるでしょ絶対。でもえこんなこと見てこうこうって言ってなんだ顔をこう持つとかだからさそんな顔をもう見えないようにこうこうバーってやってもうそうかそうそれでまあ目つまらないなしたらまあこれはもうこうそんなのあんま考えたことないな。ちょっと、あ、顎上げ、なんやろうな。顎上げとかしない。かっこいいチューとか、考えたらやっぱりかっこいいチューの仕方とか。考えたことないですよ。かっこいいじゃん。かっこ悪いチューしてんじゃん、お前は。え？ほんまに。してる人なんかもう、いや、初めて、宇宙みたいなやつやったら、チューを初めてのコートでしょ。そうです。チューすらもう、いつもしようのコートチューなの、そんなの全部できるやん。初めて、もうそのこと初めてのチュー。でもやっぱり一番効果あるのは沈黙じゃないですか。いや、知らんお前は。何がよろしいんだ。ほらお前は、いやいや、もうアイコンタクト。喋ってて、アイコンタクト。もうそうです。するね。いいな。じゃあ、行くか、行きたいな。そうそう、言ったら。一刻と黙ってアイコンタクト言ってるじゃん。一刻と食べたら衛星放送ってないから遅れて聞こえてくるようじゃないですよ。沈黙は怖いな。喋ってていい感じで喋ってて黙ったら、ね、黙っ言ってよみんなこいつ黙ったらチューのことしか考えとるから違いますから、そういうことじゃなくて二人っきり喋っててとかで黙ったらチューしようと思ってるの。だから絶対でも雰囲気作るのは重要じゃないの。でもう多分こっちはねできない、そんなこと、そんな沈黙でアイコンタクトできない。俺たちはねもうじゃれてわーって話して、うん、話してじゃれてわーって盛り上がってみるのが、うんうん、雰囲気作るでしょ言っても。それがいや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 、できない。そんな空気出せない、俺たちは。俺たちはだから中途瞬間にやんね、はい、瞬間に切り替わんのね、雰囲気が。チョンかああ、もう初めはやっぱそんなディープなやつじゃないんじゃないですか。ほんで言ったやつすぐもうその時はチュンってやる、すぐやるってやったらすぐもう破壊する。いやいやいや、だってあれ、とりあえず話して目見るでしょ。こうやって目見て、もう一回始めるの。そう、ね、僕はそれだよ。でもこっちは違う。いや、こっちは違う。こっちは違う。何かだったね。ついに見て来るのよ。ブチューってしてる俺、ブチューや。一回も話さない。話さない。絶対違う。カザさん、絶対違うって。わーって盛り上がって、わーって話して、わーって誰で、うん、ほんでチュッてして、うんうん、え、チューしたけど、ええかっていう間があるでしょ。それもエッチの話。もう一回してもいいか、うん、まあ、このまま、この向けてもいいか。全然こう、スイッチ入れたわけでしょ。せやなスイッチ入れまって言うて、お前もスイッチ入ったかの、ま、確認の間がいい。その時は目向こう開けようか。それは開けるでます、うん、チューする目閉じに。まあこれは人の距離計。だからずっと閉じてるやつはもうこれもう一回やってください。はい、それはもうそのままやってます。そういうことか。勉強もなんとなんですよ。まあ基本ね。なんかあの絶対女子閉じへんよな。女子男はだってそんなん、いやこっち側の話だ。
おい、ちょっと待って、閉じへんわ。終わりました。どうしてしまつけんのこれ。次回で楽しみに。いやいや